皆さんお疲れ様でしたそれでは令和4年度第1回2021年12月12日実施の担当式試験企業法の解答速報を始めます担当はレクセニング講師の森村です、えー、それではまずはですね、えー、と回答を五つずつ読んでいきますね、えー

します。ただまあ、今回は受験者数が多いですから。まあ、あんまりたくさん1回目で取っちゃうわけにもいかないので、えー、まあ、実際の合格。点というのは、まあ微妙なところはどれぐらい取らなきゃいけないのか、微妙なところはあるんですけども。まあ,あの従前と同じような基準で見ていくと、えー、正当可能性はこうこうこう,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 こ,う,こ,うこう。中中中中中中。 こうこう中、中、中、高・中、低ということで、正当可能性が高い問題が11問あって、正当可能性中ぐらいの問題が8問あって、正当可能性が低い問題が1問だと。で、まあ、取ってほしい数は、正当可能性高いのは、11問全部正解してほしいと。 で正当可能性中ぐらいの問題というのは、まあ、4問からできれば5問取ってほしいとで。正当可能性低いのは、まあ、これはまあ取れなくてもしょうがないですねということですね。そうすると、えー、正当可能性高い問題を55点しっかり押さえてそして正当可能性中の問題を20点からよく言えば25点ですね。まあ、これは 0点でしょうがないとそうしますと、大体例年通り75点から若干高めに考えて80点ぐらいは企業法で取ってほしいなという、毎度同じようなことを言ってますけれども、そんな感じですね。よろしいでしょうか。簡単な試験問題の 分析をしておきますとこれもまあ毎年変わんないですね企業法に関しては出題、えー、形式出題数20問配点5点で問題誌が4誌、えー、選択肢が6誌ですねで分野別の出題数もですね商法2問で金賞法2問で会社法が16問とで会社法の内訳が各校内は、えー、去年去年というか前回の担当ですけれども まあちょっと変わったところがあるといえば、えー、設立が今回は2問取材されて前回1問しか出てなかったんですけどね組織再編が前回2問取材されたのが今回1問になったということでまあまあ大して変わりませんわね、えー、いつも通りということです。そしして判例が7試出ました まあ前回も9市出てますからねここのとこととちょっと多い感じですよねで会社法酬行規則が、まあ、今んところ1市だけだとまあ細かく見ていくとまたあのうんあこれは会社法酬行規則にも関係するなっていう足が出てくるかもしれないですけど今んところ1つで会,社会社計算規則から出てないということですね。で、えー、難易度なんですけれども、まあ、これもいつもお話ししてるんですけどもまあ昔々になっちゃいましたけど平成28年の12月というのが えその企業法がやたら優しい年でして60.4%という平均点、これ、受験生の平均点ですね、本試験の受験生の平均点、その結果、合格点、合格点金融庁が70点ぐらいにしますよって言ってるのに、だからその70未満だったら受験生有利になりますから、何の問題もないんですけど、70超えちゃったんですよね、71なんてことになって、それの反省からなのか、何なのか、それ以降、だーっとこう難しくなる一方だったわけですよ。 ほいでここで前回で底打ちしたんですね。47.8%ってことでちょっと優しくなりました。ということなんですけども、もで今回なんですけども。今回またそのだいたい。その昔のその優しくもなか難しくもなかった。時代50点、何パーセントの辺りに戻ったかなっていう感じはあります。まあ、ただあの皆さん解いてて。 いやそんなに優しくなかったよと割と難しかったよというふうに思われたと思うんですけども実際点数をつけてみると割とその迷った問題がですねその正解の方に、えー、を選択してるんじゃないかっていう気はするんですねだからまあ,あの結果として平均点結構高めに出るんじゃないかなとは思いますはいそれではえっ、ー、と問題をいくつか。 正当可能性が中くらいの問題と低い問題を見ておきましょうか。えー、もうあらかじめ丸もつけてますけども、見ておきましょう。まあ、簡単に解説しておきましょうか。問題4からですね。問題4。株式会社の募集設立に関する問題ですね。であの足ですけども、まあ、これはちょっとね、民法の問題なんですよね。まあ、読んでみますと、設立時募集株式の引き受け人は、総理総会で議決権を行使した後は、引き受けの当時、 制限行為能力者であったことを理由として設立時発行株式の引き受けの取り消しを主張することができない未成年者であるとか、成年非後見人であるとかですよね。で、これはただ、もうあの、えー、制限行為能力者保護という趣旨が強いですから、ですからこの場合は取り消しを主張することができないが罰で、できるんですね、えー、取り消しの主張の制限は受けないということになります。で井の足株式会社が不ととなったきは 設立時発行株式の引き受け人の募集の広告その他、えー、当該募集に関する書面に事項の氏名および会社の設立に参助する旨の記載をした者は、えー、定款に発起人として署名をした者と同一の責任を負う、まあ、いわゆる議事発起人の責任ということですね正しいですよね。宇野現物出資のの目的財産の価格が定管に定にににめた額に著しく不足する場合において 当該財産を給付した発起人以外の発起人は、裁判所の選任した検査役の調査を経ていないときでも、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を免れることができると。これバツですよね。募集設立は無過失責任というまあ有名なところですよね。だからこういうのはその問題文に募集設立って書いてある、これをこう読み落とさないようにすることが大事ですよね。 では、A、の足設立時発行株式の払い込みを仮装した設立時募集株式の引き受け人は株式会社に対し払い込みを仮装した払い込み金額の全額の支払いをする義務をまあこれは何の変哲もないえ足ででですすねそれは問問題題株主名簿の問題ですね。 正当可能性中ぐらいの問題です、まあ、ずっと正当可能性中で最後の問題だけが正当可能性が低いというふうに判断していますずっ,とずっとだから中の問題を見てますであの足株式会社は株権が発行されている株式については当該株式に代わる株権の番号を株主名簿に記載しまたは記録しなければならないこれ正しいですよね121条4号で番号まあでもこんな細かいこと覚えてないよって思われるかもしれませんけどねうん。 株権発行の年月日はもう記載しなくなくったんですよねだから昔みたいにあの株式併合の時に併合に適する株権を持ってる人は読み替えるから提出しなくていいなんていうそういう規定が削除されたんですよねまあちょっと細かい話してますけどもまあそれと異なり番号については現在でも記載事項であるということですね。 井株式会社は当該株式会社に代わって株主名簿の作成及び備え置きその他の株主名簿に関する事務を行うものを置く旨を定款で定め当該事務を行うことを委託することができるこの定款でってのが大事ですよねいわゆる株,式株主名簿管理人を置くときには定款で定めなきゃいけないということでまあ特にきっかけも何にもなくてそのまま丸ですよねまあだから正当可能性中にしましたけどもまあどうですかね あの足でで迷うかどうかかどすよね番号ただ、株券番号を書かなきゃ何で管理するんだというようなことにもなりますので、えー、まあこれは正解いけるかな。の足株式会社は債権者が書面を持って作成されている株の指名簿の閲覧または当社の請求をすることができない旨を定款で定めることができる、まあ、いわゆる熱つ造条文ですよねそんな規定ないんですけどもこういうの出てくるとちょっと嫌な感じしますよねだからまあ正当可能性中でいいですねこれはね。 ちょっとと迷うとこです。で、N 足、相続その他の一般証券により譲渡制限株式を取得した者は当該譲渡制限株式を取得したことについて株式会社の承認を受けていなければ当該譲渡制限株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載しまたは記録することを請求することができないこれはですね譲渡制限株式っていうぐらいですから譲渡はまあ制限まあ実際は譲渡も制限しないんですけども譲渡は制限されうるわけですよね。 ところが一般承継ですから、一般承継っていうのは譲渡じゃないんですよね。相続とか合併の場合には。そもそも制限の対象になりませんので。だから明確会の請求もできちゃうということですね。はい、問題六です。株式の問題ですね。 株式会社が相続その他の一般承継により譲渡制限株式に限ると、えー、それを取得した者に対して当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定価に定めることができましたよね、まあ、これを3行目相続人等に対する売り渡しの請求に関する定価の定めと162条,16条に規定があるわけですよね。えー で見てみますと、162条だっけ、これ、えー。あの足、公開会社は相続人等に対する売り渡しの請求に関する定価の定めを置くことができない。あごめん、174条ですね、174条で、こういう規定がこれありますよね、ありましたよね。で、イの足で、えー、株式会社は相続人等に対する売り渡しの請求に関する定価の定めに基づき、 えー、あ、ごめんなさいね。公開会社はそうですよね。ごめんなさいごめんなさい。公開会社は百七十四条のその規定、えー、っとあれを置くことができないっていうこれは公開会社であってもこれは置くことができるんですよね。ちょっと待ってね。百七十四条もう一回確認しておきますね。そうですね。特に公開会社は置けないという旨の 限定がありませんので置くことができるということで問題ないですねだからこの足はできないとされているのは誤っているということになりますねで、井の足株式会社相続人等に対する売り渡しの請求に関する定款の定めに基づき当該請求をしようとするときはその都度株主総会の決議によって請求をする株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類及び種類ごとの数及び当該株式を有する者の氏名または名称を定めなければならない そそそううでですすよよねれはなん175条1項にその旨のそのままの規定があるんですけどね、まあ、これも、でもなかなかこの条文をそのまま覚えているという方は少ないと思いますのでやっぱりまあ難易度、中程度かなということですねでこの株主総会の決議特別決議なんですけどね、えーまあ、もちろん株主総会の決議とだけ書いてますので正しいということですよね。 江の足、相続人等に対する売り渡しの請求に関する定款の定めによる株式売り渡しの請求に基づく株式会社の株式の買い取りは分配可能額による制限を受けない受けますよねこれ461条1項5号4 6 1条1項55で受けるという規定がありますね江の足、相続人等に対する売り渡しの請求に関する定款の定めによる株式の売り渡しの請求は 株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年以内にしなければならない、これも176条1項にその旨の規定がありますねということですね、はい。それでは次、問題7ですね。 新株予約権に関する問題ですね。判例が一足出てますね。あの足、株式会社は自己新株予約権を焼却することができない。まあ、できないわけはないわけで、276条に規定もあります。井の足、新株予約権付き社債について、社債が消滅した場合を除き、新株予約権付き社債に付された新株予約権のみに試験を設定することはできない。まあ、これもちょっと民法絡んできますけども、試験設定すると、試験ってまあそのお金を借りた担保なんかに、 のために試験を設定すすすするるわけですけでででれれどもそううとと期日までにお金返せないと試験が実行されちゃうんですね試験自体は価値の把握権なんですけれども交換価値の把握権なんですけれどもそれが、えー、試験が実行されてしまいますとですねそうするとそれが、まあ、競売に付されて、えー、経落した人のものになっちゃうわけですよね。そうするとその新株予約権と社債とが別々に分離して、えーまあ、譲渡されるのと同じ結果になるのでね。 でできないといとうのでこれは正しいですね募集新株予約権の申し込み者は株式会社から割り当てを受けた募集新株予約権について払い込金額にかかる金銭の払込みまたはそれに代わる金銭以外の財産の給付をしない場合であっても当該申し込み者は当該募集新株予約権の割り当て日に当該募集新株予約権にかかる新株予約権者となるとこれちょっとあの変わった規定なんですけどもこれはもう講義でもくどいぐらい お話ししますすでもよく出すところですよねでこれは要するにあの割り当て日,日に新株予約権者になるとすることで、まあ、早めに外部の利害関係者に対してその例えばうちの取締役にはストークオプションとしてこれだけの新株予約権発行してますよということをのお知らせしなきゃいけないですよね。でそのためにその新株予約権者になる時点というのをこういうふうに割り当て日っていうことにしたわけですね。 はいエアえー、最高裁判所の判例の趣旨によれば公開会社でない株式会社において募集新株予約権の発行に際して株主総会決議による委任を受けて取締役会が新株予約権の行使条件を定めた場合にはこれは別に適法ですよね当該募集新株予約権の発行後に当該行使条件を取締役会決議によって変更することに制限はなく制限なくないんですよね。 これはちょっとした手直し程度のものしか認められないんですよねだから当該行使条件を変更する取締役会決議は有効と返されるっていうのは間違ってるってことになりますねこれロングレトーレンで出してるんですよね去年ね、えー、まあ担当は関係ないですけどね、はい、でもそういうのってロングレに出して担当に出てっていうのがその後本試験論文で出るっていうのが何回かありましたからねなんか危なそうな感じはしますね はい、それででは問題13ですね、えー、監査役取締役監査役の就任ですよねこういう2つのものをまあ比較しながら聞いていくっていうのは、まあ、今後はこの取材形式も増えてくるでしょうね。あの話株主総会はいつでも特別決議により監査役を解任することができるこれはもう取締役だろうが監査役だろうがいつでもっていうのは政党の自由なくっていう意味ですから解任はすることできますよね。 井上氏取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは株主は当該株主総会の日から30日以内に訴えを持って当該取締役の解任を請求することができるこれなんか丸しちゃった人多いんじゃないかと思いますけどもこれ株主はって書いてあるけどもそうすると一株主でも訴え提起できるのかと解任の訴え提起できるのかっていうとそうじゃなくて100分の3以上持ってなきゃいけないと。 まあそここでで切ってるわけですよねねれは,ね宇野は取締役が欠けた場合または会社法もしくは定款で定めた取締役の人数が欠けた場合には裁判所は一時取締役の職務を行うべきものを選任しなければならないこれもですね要件が欠けているというかまあ,あちこち間違っているというかこれはあの裁判所はもちろんそのえ選任することはできるんですけどもできるのであってしなければならないのではないってとか間違ってたり。 あるいはこれ必要があると認めたときじゃなきゃいけなかったりあるいは申し立てが必要だったりさまざ、あ、ま要件をかけているので、まあ、これはなんとなくこんな簡単なもんじゃなかったよねっていうので罰はつくんじゃないですかね。N ノ橋、監査役を辞任した者は辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができると、まあ、要するに取締役にプレッシャーかけられて辞めざるを得ないから辞任したんだと。 で株主総会の場ではなくてもういやいや取締役会の場で辞任させられてしまいましたとそういうようなことをこう、ね、あの株主にお知らせして、えー、その適切な処置を取ってもらおうというそういう趣旨ですよね。はい問題15です 株式会社の行為に関する次の記述のうち当該行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価格の総額が分配可能額を超えてはならないと要するに分配可能額の規制を受けるものですね財源規制がかぶってくるものですねであの足株式会社が取得日に全部取得条項付き書類株式の全部を取得する行為これはもう461条に規定ありますもんね。 当たりますよね井ノ氏株式会社が他の会社の事業の重要な一部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する行為これは一部の場合はあこれはですね、えー、っと財源規制かぶってくるんですよね一部を譲り受けるってことは事業譲渡の場合はその、えー、当該会社の株式について 自己株について除外可能ですから、除外可能なのに除外せずに入れたってことは、それは普通の自己の株式の取得ですからね。だから分配可能額を超えちゃいけないってことになりますよね。だから、あ,あ、いいですけども、ま、この一部ってのがちょっと細かいですよね。これ全部だったらバツですからね。全部だったら、分配可能額を超えてもいいですからね。u n o a 株式会社が吸収合併をする場合において反対株主の株式買取請求に応じて。 当該反対株主が有する当該株式会社の株式を取得する行為これはまあしょうがないですよね、まあ、その反対株主の保護のために買い取り請求権を認めなきゃいけないので、まあ、会社も義務的にそれを取得するわけですから事故の株式を取得するわけですからこの場合は財源規制はかぶってこないわけですねで絵の足これ絵の足が意、e、の足と違うところですよね株式会社が吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する行為、えー、その 承継しようとする会社のの財産の中に自己株式が入って,たっていたとうことですねで会社分割の場合はその,その会社の事業に関するその権利義務の全部または一部を承継させるっていうことで一部を承継させる場合もあるんですけどもその場合であっても財源規制はかぶってこないんですよね。それが意の足の事業譲渡と,と違うところなんですけどもちょっと細かいかなっていうところですね。 まあこれも講義ではねあの一覧表になってるところでこっちは全部だけどこっちは全部または一部一部または全部なんだよっていう話はしてるところですねで問題17です、えー、社債管理補助者出ましたねついにね改正点が、えー、出ましたであの足社債管理補助者は社債権者のために破産手続きに参加する権限を有するまあそれは有するでしょうねというか、まあ、そのためにいるようなもんですからね えー、714条の4の第1項1号ですよね最初に書いてある条文ですよね1号でねで井ノ端社債権利保助者は社債権者集会の決議を決議によらずに社債発行会社が社債の総額について期限の利益を創出することとなる行為をする権限を有するこれはもうその社債権者にとっては一大事ですからこの場合には社債権者集会の決議が必要だということになってきます。 社債管理補助者は社債管理者のために公平かつ誠実に及び社債権者に対し善良な管理者の注意を持って社債の管理の補助を行わなければならないとこれはあの社債管理者も社債管理補助者も同じように公平誠実義務等全監注意義務が明文の規定で置かれてますね。というのはもう社債管理者も社債管理補助者も社債権者との間には契約関係ないですからね。社社債発行会から こう頼まれてそことの間には関係あるんですけども車載権者との間ではそういう関係がないのでこれは名分の規定で置いとかなきゃいけないということです絵の足2以上の社債管理補助者があるときはこれらのものは共同してその権限に属する行為をしなければならないこれはどうですかね社債管理者の方はあの えー、この通りなんですよ共同してその権限行使しなきゃいけないんですけどもこれに対して謝罪あの権限乱用の可能性があるのでそれを防止するためですねところが謝罪管理補助者の場合は権限が小さいのでねこれ各自行為することできます714条の5 7十四条の五第1項に書いてます、まあ、これもここ違うとこですよって講義ではお話しするとこですけどもさて覚えておられましたでしょうかどうでしょうかですねはいそれでは問題19禁書法です で金融商品取引法の有価証券表示権利に該当するものどれですかと有価証券表示権利というのは2条2項前段の方ですよねだからその有価証券が発行されてないんだけども発行しようと思えばできるものということですよねだからまあ株だからこれは2条2項に書いてあるけども2項有価証券じゃないんですよね1項有価証券ですよね。 でまあ、それを見ていくと貸付信託の受益権とかオプションなんていうのはそうですねと「う」で「テ当権って書いてますけどこれは当証券との引っ掛けで出されてるんでしょうかねでこれに対して「A の合同会社の社員権はそもそも証券化できないものですから、えー、これは有価証券表示権利には当たらないということになるわけですね。はい、最後、第20問です。 内部統制報告書に関する問題。これは細かいいでですすね。ね。これは間違ってもしょうがなよ内部統制報告書には、内部統制報告書を提出した株式会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を定めるんじゃないんですよねそれの評価を書くんじゃないんですよねこれは財務計算に関する当該会社の属する企業集団及び企業会計に係る財務計算に関する書類 その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制を記載しなければならないということですねただこれ皆さんはその,との関係でででここういういいところまで勉強されれてんのかもしれないですね企業法の目から見ればこれなかなか難しい問題なんですけどもまあ実際にはいかがでしょうかね。 井の足有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社は事業年度ごとに内部統制報告書有価証券報告書と合わせて内閣総理大臣に提出しなければならないこれはその通りですね二十四条の四の四ですね井の足内部統制報告書のうち重要な事項について虚偽の記載があるときは内部統制報告書を提出した会社の提出時の取締役は,提出時の取締役は当該記載が虚偽であることを知らないで 当該会社が発行者である有価証券の募集、もしくは売り出しによらないで取得したものに対し、当該記載が虚偽であることにより、生じた損害を賠償する。責めに任ずると、これはそうなんですよね、正しいですよね。二十四条の四の六、二十四条の四の六で、二十二条に飛んで、そこに、この主体として、重要な事項について、虚偽の記載があるときに、提出した。提出時における取締役も責任を負うという規定があります。 最後、足。上場会社等が提出する内部統制報告書は財務計算に関する書類としてじゃあないんですよね財務計算に関する書類には当たらないと、まあ、その後の、えー、との監査証明を受けなければならないという部分は正しいんですけどねこの絵の足あたりをどうでしょうね会計士受験生の皆さんだったらこんなのは常識だよっていうことなんでしょうか。それれだとと、するとこれ 評価低難しいってことにしてますけれども実際には皆さんはもっと解けてるかもしれませんね、まあ、ただ問題のその純粋に問題の難易度だけ客観的に見るとなかなか難しい細かい問題だというふうに思いますはいいかがでしょうかもう一度最後に回答、まあ、回答はもうアップされてると思うんですけども、えー、回答を移しておきましょう でまあ、いつもお話しすることですけれどもその合否というのは担当式試験の合否というのはもちろん全科目の総合点でボーダーが決まりますので企業法だけできるできないというのでまあ一致することはないとは思います。えー、それれれででではこれで企業法の回答速報を終わります。どうもお疲れ様でした。